こんにちは、スリーです。はい、どうも、マシです。はい、今回はですね、はい、いただいた質問にお答えしていきます。はい。今回は、60歳以上の方からの質問で、ほう。バックハンドストロークで、年寄りが楽に打てるスライスっていうものを知りたいっていうね、まあそういう内容なんですけど、なるほど。はい。まあ、60歳以上の方ってなったらね、うん、まあ、だんだんですね、こう、下から持ち上げるスピン、ストロークとかって、あ、結構しんどいわけですよね。はい、やっぱ筋力もいるわけです、うん、でそうなってきたらちょっと楽にねスライスが打ちたいなっていうね、うん、まあ、そういうね質問だと思うんですけど、でマッシュさん、スライスってどういうイメージですかね。あ、上から下に下ろす感じ、ね、だから楽なんですよね、うん、要は下から持ち上げる、ね、ストロークっていうのはね、まあ、持ち上げる分筋力がいりますよね。そうですね。だけど上からこうね下ろすわけですから、できるって感じですね、うんうん、だからまあ別にね年齢とか関係なくスライスの方が楽っちゃ楽なんですけど、うん、はい、そこにさらにね、まあ、落としめいた方でも楽に打てるスライスってなったら、うん、まあ、どういう要素が必要になってくると思います。うん、要は筋力がなかったり、筋力がなくなってきて、うん、他に何かこう、うん、もう一つ、うん、うん、どういう要素が必要になってきますかね。どういう要素、何をやったら楽になりますかね。一番簡単な方法、一番簡単な方法、一番簡単にスライスを楽に打てる方法、年齢がねある程度上に上がっていったとしてもテニスってできるわけですよ。はい。そのためには、そのためには、はい、トップラケットにする。正解ね。そう、パワーがあるラケットにする。よかったですね。よかったですね。答えれてよかった。ね、要は、まあ、こういう、まあ、バッシーさん使ってるラケットもちょっと、まあ、そんなにね、細くはないですけど、太くもない、まあ、平均的なフレームの太さなんですけど、まあ、もうちょっと分厚い厚ラケットがあるじゃないですか。厚ラケットか、はい。ああいうラケットっていうのは、こう、スピンとかね、こういう分厚い分ね、うん、ストロークの、こう、スイング速度が落ちるんですよね。うん、その代わりその分パワーが出るわけですよ。おお。だから何を取るかなんです。だからスピードを取るかパワーを取るか、ラケットに対して。うん。だからこういうフレームが細くなったりしていけばいくほどスイングって上がるじゃないですか。はい。だからもうパワーでパーンってスイングが速い人でも対応できると。なるほど。だから逆にね、うん、もうある程度のスイングするのが大変だっていう方はね、熱いラケットにしてスイング速度は落ちるんですけど、うん、その代わりミート力上がるから、まあ、ボールを簡単に飛ばせると。はいはいはい、いうふうにしたらね、まあ一つはもう楽にね打てる要素になります。うん、なるほどね。だから力の使い方はね、うん、もっとね楽になるようにね。うん、あとはもうフェイスも大きい分にしたら、こう乗るね時間が長くなるわけですし、あーとかね、うん、そのスポットもでかいとかもありますもんね。そういうことね。スイートスポット今だとね、うん、結構縦に大きくなってるものとかありますし、ね、あとはもう簡単にストリングスガットを緩く張ることによってね、うん、もうちょっとね緩かったらコントロールはちょっと難しくなるんですよね。すぐボーンで球離れしちゃうから。その代わり、まあ楽には打てるっていうふうに考えたら、うん、まあ一番いいのは、もうこの道具をね、パワーのあるね、状態にするっていうのが一番楽かなと思いますよね。だからまあ、道具で言ったらこれは誰でもできることなんでやってほしいんですけど、じゃあ技術的な要素で。そうね。打ち方とかね、うん、なんかね。その辺ではどうなんですか？うん。これもね、まあ今私がスライス打つ感覚っていうのは、こうできるだけ持ち上げて、その上から下にですね、ズドーンって下ろしていくイメージなんですね。おお。だ結構こうスイング力が必要なんですよね。うん。だから要はもうこのままラケットを縦にこうふわーって振っていくイメージなんです。はい。だすごいこう当たるタイミングも大事ですし、スイングがやっぱ大事になってくるんですけど、うん、そうじゃなくてですね、こうラケットをですね、こう寝かすスライス、寝かして立てた勢いでこう打つと楽にかけれるんですよ。おお。だからもう単純ですよね。こうあっちに飛ばしたいとしたら、寝かして、うんうん、この立てた勢いでパーン立てて、でスライスをかける。ああ、なるほど。まだ簡単なんですよ、ポーンで。ちょっとこのスナップというか手首のこの切り返しでパーンってするんで、これがいるだけの、そうそうそう。だからこの力だけ、このハンドを逆には使って飛ばすっていう、そういうことです。だから体全体っていうより本当にもう先ほど、まあ、ラケットがね飛ぶラケットにしてほしいんですけど、それで寝かして立てるね、
当然寝かしすぎたらこれはね持ち上げるのが疲れるんで、まあ難しいと思うので、ちょっとだけでいいです。ちょっと寝かしてパーンってやるスライスだと結構楽にポーンって飛んでくれるんで、まあすごい楽かなっていうのは思いますよね。おー、なるほど、なるほど。その感覚なかったなと思う。なかったですか。うん、多いですけどね、シニアの大会とかこういうのか、ね、すごい回転かけまくってやってる人とかも多いんで、まあそういうスライスもいいかなと思います。なるほど。あと何か、え何の振りよ。これらを超越する何か。超越するんとはずしてコーチなっとる俺で、もう一つはもう全部スライスっていう考え。だから変にスピンとかフラットとかをね打ち分けるんじゃなくて、もうスライスって心に決めて最初からグリップを薄くして、もうどんなボール来ても全部スライスでやるっていうね、やると、なるほど、もうそれでいくと楽ちんですね。こっちの方が判断しなくていい。ああ、もうどんなボールもスライスって決めたら、もう構えもずっとねちょっと高いところでやるだけなんで、でそのまま前に出てボレーとかやったらもうそれはさ楽ですし、そういう方も結構いらっしゃるんでね、もう全部これで割り切っちゃうっていうね。まあ、当然パーンって打てないっていうストレスがあるかもしれないんで、まあたまにフラット入れるともいいと思うんですけど、本当に割り切るんだったら全部スライスってね決めちゃった方が楽ですよね。ああ、なるほど、ね。でもこれだけでいいわけですから、だから長期的に体力は持つんです。ああ、なるほど。ドライブとか織り混ぜるからスタミナが落ちていくわけですから、だったら最初からもうスライスでいくぞっていうふうに、長期戦で考えたらこっちの方が長持ちするんで、体力的にね。あ、それも一つですね。だからほんま、どう、だから厚らけにして緩いガットにして、でもうちょっとスナップをうまく効かせながら全部スライス系で打つと、ある程度勝ちやすいと思うんですけど、ね、これはこれでね。そうですね。でスライスを極めちゃうんですね。これのタイミングでいろんなボール打てるようになったら、あ、それはそれでだいぶね嫌なので、まあもし年齢っていうのであえて制限するならそれかなと。まあ別に絶対そうじゃなくて、うん、織り混ぜてもいいんですけどね、フラットとかドライブとかね。まあそうね。でも極端に言ったらそういうのがね一番なんかスタミナ的にもそうですし、やりやすいし楽っていうね。だからもしバッシーさんもね今後年を取ったらね、そうですね、もう今でもちょっとスライス癖があるわけですからねもういっそのことそっちにそのラインに行ったら、ね、もう逆にもうギャーギャーこっちから言われなくても済むわけです。もう僕はスタンスはこれなんですって、そうもうな、もう割り切りスタンス、そうです、ちょっとそういうまだ最終手段に、ああまだちょっと 2,3 年早いと思うんで、ね、まあ 2,3 年まあそういうのも、ね、もうちょい頑張ろうし、そういうのがあるから長くテニスできるんでね、まあそういう発想もねうまく取り入れながらね、ぜひテニスを楽しんでくださいはい、はい、では終わります。ありがとうございました。概要欄のテニス上達法もチェック。